どうもワニです。そしてこちらは最近ね、うちの爬虫類館で引き取った巨大なワニガメ、高長60センチ、体重53キロある非常に巨大なワニガメです。でこの子のね、写真とかをツイッターにアップしたら、まあ、ワニガメをね、古くから飼育している有識者の方が爪が伸びすぎてるから切ってあげてくれっていうふうにアドバイスをいただいたんですね。なんでね、あの有名なワニガメ生態研究所の所長さんも使ってる全く同じ大型犬用の爪切りを購入しました。これでね、ワニガメの爪切ってるらしいです。これを使って爪切りをするんですけども、まあ、亀の爪ってよく見るとちょっと透けてて血が入ってる、まあ、血管が通ってるところが分かったりするんですけど、このワニガメちょっとでかすぎて、ね、爪も古すぎるのかなんか分かんないんですけど、血管が全然よく分かんないんですよね。で後ろ足だったらまあ切るの簡単なんですけども、前足になると顔が近いんで、ここ切ってる間に噛まれる可能性全然あるんですよ。でちょっと怖いんで、今度獣医さんがほっぺの腫瘍を麻酔をかけて手術をしてくれることになってるんですけども、まあ、せっかくなんでその麻酔をかけてもらってる時に前足の爪もね、切ってもらって切り方も教えてもらおうかなと思います。そうですね。で、角を、犬のやり方して、角を落として、角を落としてってやっていくと。うん、バネがある方が大変ですね。ガーッ。握りっぱなしなんで。そうですね。でも、大丈夫ですけど。どちらの方がめちゃめちゃ伸びてるわけでもない。そうですね。これ多分ちょっと切りすぎかなぐらい。でも形もこんなもんって言っちゃうと何なんですか。そうですね。なってる部分が感じですね。そうですね。パチパチしますか。そうだ。あんまり削るくらいの感じなんですか。そうですね。チーッと切っちゃうっていうのが。まあ血出ちゃうかもしれないですからね。こうやってボロボロいくってことは、ここはまだちょっと切れるってことですね。だんだんこう血管とかに近づくに従って、ちょっと湿り気が。出てくるはずなんで。という感じでね、獣医さんに両手足を切ってもらって、まあ、なんかそこまで伸びすぎてたり爪が変形してるっていうこともなかったみたいなんで、まあ、ちょっとだけ切ってもらいました。まあ、切り方もね、簡単に教えてもらったんで、今後自分で切ることがあれば試してみたいなと思います。次は今後の対策ですね。でこのワニガメとか、まあ、カメの爪がどうして伸びるのかっていうと、こういうツルツルの何も敷かれてない場所で飼育されてると爪が伸びちゃうんですよね。まあ、元の飼い主さんもね、なんかツルツルの床のところで飼育したみたいだったんで、この子のためにちょっと床にね、砂利を敷こうかなと思って買ってまいりました。はい、この五色砂利っていうんですかね、なんか多分庭に巻く用の砂利ですね。これをね、6袋買ってきました。でこれをね、入れたいんですけど、まず、まあ、細かい砂とかこの砂利が削れたゴミとかがね、入っちゃってるんで洗います。ちょっと開けるものがないんでね。違う、よし、これザルも買いました。これで洗いやすい。結構汚れすごいですね、こう見るとね。はい、何袋分必要かな。ある程度の厚みを持たせて敷き詰めたいからね。一袋じゃ全然だな。まあ、たくさん買ってあるんでね。なんか汚れちゃうな。はい、そんなにね、しっかり全域に散りばめたわけじゃないんですけども、ちょっとまばらなんですけども、砂利を敷き終えました。これであの袋ね、7袋使いました。まあ、別に全部にね、散りばめなくても、要はこの爪がね、砂利で削れて、短く伸びすぎなければいいんで、まあ、こんなもんでいいかなと思います。
でこうやって排水するときに水と一緒に砂利が流れていってしまわないように大きめの一粒一粒が重たい砂利を選びました。一番粗い砂利ですね。でなおかつこの排水のところにこうやってもう専用の排水口を買ってきてここにはめると、これで間違ってもね砂利が通っていくことはないですね。でもこれなくても結構砂利が吸い込まれることないですね、やっぱり重いんでね。この五色砂利1袋あたり15キロで7袋使ってるんで105キロ使ってます。めちゃめちゃ重たいですね。でお値段としては1袋あたり600円から700円ぐらいだったんで、まあ、大体5000円ぐらいでこのワニガメ飼育するケージ1つ分の砂利になってます。最初こういったね化粧砂利じゃなくてもっと安いもう建築用の採石とかでもいいかなと思ったんですよ。大きさもね程よい感じだし見た目もそんなに気にしなくていいかなって、本当にもう爪が削れればいいかなと思ってたんでね、そういった採石でもいいかなと思ったんですけど、あれよく見るとね結構角が尖ってるんですよね。こういった化粧砂利だとちゃんと角が削られてある程度丸くなってるんですけど、採石だと結構角が尖ってるんでワニガメの甲羅が傷ついたりしても嫌だなと思ってね、こういった五色砂利にしました。で結構ね他にもワニガメ飼育してる人のブログとか調べてみると、こういうちょっと石っぽいジョイントタイルとかを床材にしてる人もいるんですよね、まあ、要するに硬いなんか石っぽいもので爪が削れればいいんで、こういうのもありなのかなと思ったんですけども、爪が引っかかったり、まあ、めくられちゃったりしてもめんどくさいかなと思ったんで今回はこういった砂利にしました。値段としてもねジョイントタイル1枚1000円ぐらいするんで、このケージがね180センチかける120センチくらいあるんで、だいたいジョイントタイルが24枚必要になるんですよね。そうすると2万4000円必要になってくるんで、だいぶ値段も変わります。ちょっと水が汚れちゃったんでね、今水を変えてるところなんですけども、今後こんな感じで飼育していこうと思います。もう当分ね麻酔とかすることないと思うんですけども、こうやって砂利入れとけばねこれから爪が伸びすぎるってこともないと思うんで、爪を切ることもあまりないかなと思います。また今後もねこちらのワニガメの動画出していきたいと思いますんで、気になる方はぜひチャンネル登録してまた見てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。